んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマはリタイア後の自分を励ますです。あなたは定年後のんびりしたいと思っていませんか？二度と働きたくないと思っていませんか？それともすでに定年してのんびりしているところでしょうか？あなたが60代だとして、あなたが生まれた当時の寿命よりも今は20年近く寿命が伸びています。ですからあなたはまだ健康で働くのに何も問題はないでしょう。でもどうして仕事を辞めてしまうんでしょうか？定年後も働く人の方がいつまでも健康で長生きしますよね。若い頃は精神がまだ成熟していないので働くのは辛いこと、だからいつか働かなくていい状態になりたいとずっと思っていたかもしれません。その時の名残で定年になったらもう二度と働かないと思っていたのかもしれません。あるいは定年後も働きたいけれども、でも単純労働しかないとか、初めての会社で何もできない人のように扱われるのは嫌だとか、そういうことを考えて働けないのかもしれません。でももしあなたが本当に生き生きと輝いて働ける場所があれば、あなたも本当は働きたいのではないですか？どうせそんな仕事なんかないと言って諦めるのではなくて、そういう仕事を引き寄せる方法をやってみましょう。思考が現実化する世界です。ですからそういう場所があると思っていれば、そういう仕事を引き寄せますよ。これはやってみて損はありません。もしあなたがそういう人の家族で早く老け込んでいくのを見ていて残念に思っているならば、あなたが代わりに聞いてくださいね。それも効果がありますよ。ではいつものように目を閉じて、自分を6歳の子供だと思ってください。そこへ大人の自分がやってきてあなたに話しかけます。あなたはやっと長い会社生活が終わってほっとしているんだね。疲れたんだね。よく頑張ったね。40年も社会のために家族のために働いてくれたね。ありがとうね。大人の自分はあなたにとても感謝しているよ。辞めたい時もあったよね。辛い時もあったよね。自由に憧れた時もあったけど、それでもあなたは辛抱してよく働いたよね。家族を立派に養ったよね。本当にありがとう。でもね、大人の自分はあなたに教えに来たよ。あなたはもっともっと可能性があるんだよ。これからの人生もっと楽しめるんだよ。ただ遊んでのんびりするのではなくて、自分を役立てることができるんだよ。あなたの経験、あなたの知識、あなたの知恵、どれも他の人にはないものだよね。だからもっと社会に自分を役立たせることができるよね。そして今までのようにがむしゃらに働くのではなくて、自分を大切にしながら働くことができるよね。働く方がさらに健康でいられるよね。だからもう年だから仕事はないと思うのをやめなさい。自分を求めてくれる人がいると信じなさい。あなたの経験や知恵が役立つ場所があると思いなさい。あなたの存在そのものが貴重になる場所があると思いなさい。大丈夫。
あなたには必ず今まで以上に生き生きできる場所があるよ。未来の自分はあなたがもっと輝く場所を知っているよ。そこへあなたを連れて行きたいんだよ。あなたには今まで体験したことのないやりがいのあるステージがあるんだよ。それはワクワクする体験だよ。人生はこれからだよ。だから少しだけ休んだらまた歩き出しなさい。そしてあなたがさらに輝く場所へ進もうね。未来の自分はあなたを応援しているよ。